これから学生たちメンバーたちがここまあ NGO 活動の紹介をします。ここの学生たちはみんな日本語が、まあ、ペラペラというか、まあ、日本人と喋りたがっているので、ぜひもう本当にこうたくさんいろんなテーマについて話していただければと思います。はい、楽しんでください。はい、はい、ではでは。あ、まあ、それからごめんなさい、その紹介を遅れたんですけれども、センターの副会長の南江修一さんです。よろしくお願いします。一応私は会長を務めてますが、予算で今その話は皆さんするので、私はここ、はい、ここまでにします。で、メンバーは60人以上いるので、もう70人いるので、もちろん全員今日、とにかく日本語が話せる人たちだけですけれども、小さい子は8歳、上は55歳と、年齢幅も広いです。日本語に関する関心が高いので、はい、こんなところを作ることになりました、3年前に。いいですか？じゃあ、ヒルワセンターの紹介、お願いしますね。お集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。今日はお忙しいところ、いろはセンターへお越しいただきありがとうございます。今から私たちのセンターの活動をご紹介させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いろはセンターは2014年に助産先生と主先生の、主先生のインチャージブで、インチャージブと日本とアルメニアの友達のおかげで開設されました。初めの頃、10人のメンバーしかいませんでしたが、年々、センターは大きくなり、現在、日本語を学んでいる人たちの水数は人数でした。人数は66人になりました。初級から上級までのグループが17あります。いろはセンターの活動の大切な一部は日本文化を紹介することです。今日までセンターで行ったイベントの数は約40です。毎年12月にもう伝統になっているクリスマスのお祝いといろはセンターの誕生日パーティーを行っています。私たちにとって特別な日ですので、いつもとても賑やかです。1月になるとお正月のイベントを行います。お正月のいろいろなゲームをしたりして、日本のお正月を味わいます。2月の節分のイベントでは絵本巻きを作ってみんなでおいしくいただきます。そして僕はうち鬼が外と言いながら豆巻きをします。3月にはお祭り、おひな祭りでは折り紙でおひな様を作って、ひな人形を作ってひな壇を飾ります。4月にお花見をします。センターの生徒たちと日本に住んでいる日本人の方々と一緒にピクニックに行きます。いろいろな味のおにぎりと団子を食べたり、歌を歌ったりします。毎年7月に七夕を祝います。去年自分たちで考えて織姫と彦星のとても面白くて明るい演劇をしました。そしてみんなで浴衣を着てエレバンの街中を歩き回っています。いろはセンターのもう一つの大切な一部は日本語話者と交流会です。日本からいらっしゃったお客様と頑張って話したり、一緒に日本料理を作ったり、日本についてさまざまな面白いことを教えていただいたり、日本人の方々にもアルメニアの歴史や文化を紹介したりします。素敵な文化交流になっていると思います。2017年にいろはセンターは田口英二在アルメニア大使より在外交換長補助状を授与しました。皆さんありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。言葉だけではなくて、いろんな催し、祭りですとか、
の行事ですとか、あるいは日本料理紹介ですとか、いろいろあのメンバーと一緒にやってます。今日もその活動の、まあ、大事な活動の一部だと思ってください。はい、日本側が何か ご紹介したい、あれば自己紹介でも、での大学の紹介でも自己紹介しようかね。はい、ぜひぜひそうしてください。じゃあ僕からかな。こんにちは。専修大学から来ました佐竹と言います。でみんなは僕のゼミナールの学生さんですね。で、僕はですね、ルザンさんとは10年前ぐらいからもう知り合って友達で、で、アルメニアには、僕自身はアルメニアには4回目かなになります。で、毎回このメンバーの先輩たちとも一緒に来てるんですけども、ちょっと写真にも載ってましたが、長谷川先生とも友達で、長谷川先生が大学の先生であった時にあの交流を持たせてもらえるようになりました。で、その後何度も来てるんですが、さっきね日本に来られた時には専修大学の学生さんの家にホームステイしてもらったりとかですね。だからみんなも日本に来たらホームステイ先いっぱいありますのでね、もういつでも来ていい、いつでも来ていい、明日でもいいし、ね、もういつでも。で今日はね、あの本当にルザン先生のご紹介でいろはセンターに来れることができてとても幸せです。ぜひこの時間を使ってみんないろんな人といろんな話をしてみてください。ちょうど多分年はね、みんなと同じぐらい。もしルザン先生とか佐竹先生が聞いちゃいけない話があるんだったら、先生たちはどっか行ってますから、よろしくお願いします。専修大学経済学部4年の柿原直也です。直也とかカッキーとかって呼んでください。大学では合気道をやっていました。お、初めて会いましたこれ。なんかまあいろいろ、まあ話できたらいいなと思っています。よろしくお願いします。こんにちは。専修大学2年生の鈴木翔吾と言います。翔吾と呼んでください。大学では商業を学んでいます。マーケティングとかそういうのを学んでいます。短い時間ですがお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。牧口智也という申します。アニメ大好きです。好きなアニメは、ガンダム。よろしくお願いします。はい、私はこんにちは。私は藤原浩太と言います。名前は浩太で呼んでください。大学で学んでるのは政治学について学んでます。で、趣味は音楽好きです。弾くのも、それから聴くのもどっちも大好きです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。専修大学の2年生で佐々木誠と申します。誠って呼んでください。趣味は、野球、ベースボールをやってました。はい、何か聞きたいことがあったらよろしくお願いします。野球に関する質問があります。専修大学2年の小宮隆樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分は空手を小さい頃からやっていました。よろしければ教えるんで。高校の時に茶道ティーセレモニーをやってました。まあお茶のことだったり他にもいろいろ話せたらいいなと思います。今日一日よろしくお願いします。こんにちは。小林玲奈です。玲奈って呼んでください。
大学では経営を学んでいます。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。山田直と言います。私は山田っていう自分の名字が、ファミリーネームが好きなので、山田って言ってください。私は大学3年生で、大学では政治を、勉強しています。海外旅行に行くのがすごく好きで、アルメニアに来るのも夢だったので、来れてすごく嬉しいです。ぜひ仲良くしてください。お願いします。お願いします。ね、本当はあと1人いるんです、吉田君って。だけど、残念なことにお腹が痛くなって、もうホテルで今寝てる状態で、本当に楽しみにしてたんだけど、まあ残念ですね。でも、まあ、その分、みんながね、頑張ってくれると思いますので、どうぞ、今日短い時間ですけど、いっぱいいっぱい話してくださいね。